クミンです。お弁当作ってます。今日はですね、買い物ができなくって、昨日ちょっと用事があってコンビニ行ったんですけど、コンビニでお豆腐と何買った明太子だけ買いましたでお弁当作ります。あ、でもね、冷凍の鮭があったので、美味しい鮭、はい、鮭焼いてます。焼けてるかな、ついてるね、はい。でお味噌汁はそんなわけで、あのコンビニのお豆腐のお豆腐土管一丁、はい、なんですがね、お味噌汁久々ねえ、もうお弁当、お正月の時にね、お味噌汁作んなかったっていうか、あんまり料理しなかったんですよ。だからお弁当でお味噌汁っていう感じなので、はい、お弁当を作り始めて、ドカーンがまた始まりました。でもね、あのリーマンパパね、お豆腐が好きなので、ちょっとかい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 お豆腐が好きなので、お豆腐のあれやこれや今年はやりたいなと思って、でインスタ見てて、あ、リーマンパパのサボテン茶入れますね、ちょっと、はい、あのインスタ見ててね、お豆腐料理が結構あるんですよ。なのでそれのあれやこれや、ちょっとすいません、いなくなります。これね、あのお湯の方はですね、両手でやらないと、あの安全装置が働いていて、片手ではねできないよね。小さい子がね、こう、うち小さい子いないんですけど、小さい子がちょっと待って、はい、小さい子ってね、グッグッってやらないとね、サーバーのお湯が出ないんですよ。でこれちょっと、これね、でお豆腐が温まったら、で今さっき鮭を焼いている、そしてご飯は炊けた、ご飯炊けたか、じゃあちょっと入れておこうか私もサボテン茶飲みたい、私もサボテン茶、ちょっとご飯入れておこう、またくるくる回ってる。鮭だから、鮭ともうね、卵買い忘れた、うん、でもね、あんまり毎日卵って言ってもね、あれなんで、で漬物と、あ、そう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 、人参が1本あったので、あのピューラーで薄くして、あの塩茹でして、なんだ、あ、ニンニクオイルと塩と鶏ガラスープとごまとで和えました。ナムル、はい、人参のナムル。で朝ごはんはコンビニのサンドイッチか焼きそばパン、パパどっちがいいかちょっと後で聞こうと思ってこれ2つで、今日は朝ごはんが、あのね、朝ごはんと昼ごはんと、あの残業の時は夜ごはんでね、3食作ってたんですけど、1食作って、あ、もう着いたらすぐ食べて、で冷蔵庫行ってチンして2食分みたいな感じなので、もう今日はねサンドイッチがあるので、あんまりご飯入れないようにします。はい。でね、ダイエットダイエットって言ってね、なんかこうダイエットメニューって、まあサボテン茶は飲んでんだけど、そんなにダイエットダイエットしてないのかな。でね、あ、ナスとピーマンが2個とナスが3本余ってたので、これ炒めます。でこれね、コチュジャンと醤油とみりんと、お酢じゃない味噌とお酒で、コチュジャン入ってます、はい。で、あ、お豆腐がいいぞね、お味噌汁だもん。だっておだしにね味噌入れてもそれで終わりですから、あっという間ですよ。で魚もあと3分で焼きます。はい、お豆腐温まったかな、大丈夫ね、はい。じゃあお豆腐ちゃん行きますとか、もうリーマンパパね、これがあればもう本当にあともうおに白いおにぎりぐらいでいいぐらいなのになんですよね。え、なんかね、何でもいいから汁物があるといいんですって。本当にね、何もない時はね、インスタントの味噌汁をね飲んでますね。だからインスタントの味噌汁はね置いてます。あのカップに入ってるやつじゃなくって、お椀に入れて飲むやつ。はい、お豆腐一丁ドカン、ネギが入りましたよ。それでまだね鮭、あ、じゃあ炒めちゃいましょう。これね、よいしょ、はいはい、
炒め炙り、あとね2分で、あの、はい、魚が焼けます。で、炙りコーン、白ごま油はどこ行ったかな。 白ごま油使えた、買ったばっかりなのに、なんでないの、なんでないのかな。もうね、整理したんですよ、ここもね、一応たくさん入ってるんですけど、もう全部整理して、で、こういうね、日付をね、全部すぐ分かるように日付を書いてね、そう、すぐ分かるように。あれ、なんで白ごま油が、このごま油買ったのに、え、白ごま油使っちゃった。でもこれしかないもんね、これしかない、そうなの。あー、ここに隠れてたね、定位置にないところことになるのね。で、白ごま油とちょっと普通のサラダオイル、はい、健康サララ、ちょっとねお高いんですけど、これだけはねちょっと妥協しないでね頑張っております、はい頑張っております。白ごま、ここです、1はね、はい。で、ナス炒めます。で、お肉も入らない、お肉入らない、ナス炒める、ナスいいね、跳ねそうだな、大丈夫、はい、ちょっとアクが出るからピューラーでね、ちょっとしましまにして、もうちょっと冷凍をちょっと半解凍してね、あのやったので、お茄子吸うね、ごま油しっかりちょっと入れたろか、私声低いでしょ、低いんですよ、アイドル時代に、あの昔あのアイドルしてましただいぶ昔、はい、の時ね、もうとにかく高い音っていうことでね、もう生で歌ったらひっくり返るようなキーでやっててねねー、でも声ひっくり返る、ギリギリっていうか、もう本当にひっくり返っておかしくない状況のキーでやってて、そのキーがいいって言われてね、そしたらもう声ひっくり返ると、制作会社の方が、おばさん風邪ひいてるんですか、あ、具悪いんですかって言ってねレコード会社の人がね、これでどこかはい、元気ですって言えなかったってそれでね、大葉くり子ね、体調が弱いとかね、あの、そいつも具悪いとかいうイメージがついてしまってね、ありがとうございますですよ、本当に。あ、それでね、この私の貴重ないただいた、これにいただいたこのハムをですね、ちょっと焼いてやろうかなみたいな、ちょっと貴重なハムを分けてあげようかなみたいなね。でもまあコンビニのあれでも、ナスとピーマンと人参があって、もう最高で、鮭があってね、はい。で、今日ですね、あの突然ですね、リーマンパパがね、10分か15分遅く出るって、なんか開始がね、そうなんですよ、さっき言われて、あ、そうなんだと思って、なんかのんびりしてましたらね、また同じような時間になりますね。はい、もうちょっと炒めようか。でね、ハムをね、そんなわけでちょっとあの大盤振る舞いしようかなと思って、私のハムはこれどうしよう、ドバッと、私はね、これキュウリとね、生で食べるとき、今キュウリもなくても、今日こそは買い物をねした方がいい感じですねこれをね、炙りましょうか。いいですね、もうピーマン生ぐらいの方がいいですね。これにですね、このタレを、もう、おいいですね。あ、ピーマンが飛び出した。ちょっとこれ、きれいに洗ってあるから。そうだ、私ここに片栗粉をちょっと入れたかったんだ。
ちょっとだけとろみを、ね、途中からこうやって調味料を足すというね。これちょっと綺麗にしようって、よしよしよし、ね、途中でね足すというね。パパッパパッパッパ、邪魔邪魔、パパッパピッパッパパパパパ、ほらこれでもうとろみがつけば、とろみ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 ついた？ちょっと足んない？タタタタタっていうのこれね、もうやめなきゃいけない、もうタタタタうるさいね、足らなかったらもう水溶きじゃなくてこれのまま足す。本当にあのおナスに絡めてもいいんですけどね、おナス今日ね下味つけなかったので、もうお味噌が濃いのでね。パパッパッパッパー、いい感じ。これにごまちゃんを。はい、できました。なんか最初の頃の動画見るとここら辺がすごいすっきりして何にもないんですよね。なんか最近ごちゃごちゃしすぎですよね。あ、これちょっとマヨネーズで焼いたら美味しかったんだな。でまたそういうことやってると、そういうことやってるとね。でこのあの、ハムに塩味がついてるのでもうこれでいいかな。マネヨーズ、マヨネーズ入れて、ちょっとマヨネーズを焦がして、あ、ハムからもいい出汁が出てるわ。これで何かちょっと炒め物したらいいかも。わあ、これ美味しそう。じゃあ詰めてまいります。詰めてまいります。もうこれしかないです。あと明太子ね、明太子明太子。でこれね、ちょっと後でリーマンパパあの送り出してからこの明太子の話をねなんでこの明太子かっていうね。よっしょ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 。このコンビニのこのサイズがちょうどいいんですよ、これが。それでね、買おうってなったんで、鮭があるからね。パパおこげが好きだからね。とっとってとっとっと。はい、おなすとピーマン甘辛味噌醤油。はいはい、貴重な私の大好きなハム分けてあげる。はい、ということで、で明太子がありますから、で鮭ね、鮭でね、あのこう挟むね、なんだろう、あのその葉とかそういうのがないので、でもね、なんかね、あの衛生的にはね、そのな葉っぱとかにその葉とかをね入れるとね、お弁当良くないとか言うんですけど、鮭大きしたかな、えんちゃん。ね、
ちょっとねここのところねお席があんまり出なくていい状況なんですよ。あの動いたりとかねそういう時にはねちょっと出るんですけれどもね。で梅干し入れとこか。梅干しなのよ。あらちょうど赤とちょっと色が違うけど梅干し1個、梅干し1個乗せちゃいましょうか。あ、ハブいなくなった。鮭どれ入れよう。これ端っこのところ油が乗ってる。でもこの一番大きいのどれ。これあ、このデブッチョさんいいね。このデブッチョさんこの鮭これ青物がないからね。シャケ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 。あ、まこのこのこ。シャケシャ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 。シャケシャケ。でこの人参ちゃんの、ほらこれこれこれピューラーで、ねえ、もうニンニクの香りがプンプンプンですよ。これブルーに人参入れようか。そしてこの野沢菜、美味しそうでしょ。野沢菜ちょっと入れておきます。これもうちょっと半分に切った方が食べやすくない。ちょっと切ろっかね。え半分の方が食べやすそう。これでまたカメラバターンって倒した、カメラバターンって倒したら困る。美的感覚はございません。あのグリーンもなければ何もございませんので、お茄子入れちゃおうか。お茄子、あら切れちゃった。お茄子美味しいよこれ。お茄子とピーマン、これは美味しいよ。こんな小さなスプーンがあった。はい、ちょっとタレをかけて。もう美的感覚何にもなし。エムちゃんおはよう、来たの。今パパに置いてくるね。ね、今パパに置いてくるからごめんね。もう本当にあるものを詰めたって感じ。はーい、お弁当でーす。明太子どうか、鮭どうか、ピーマンです。はいね、なんかねお弁当箱が大きい分いっぱい入りますね。エメちゃんおはよう。パパを見送りに行こっか。今お弁当入れました。そしてお味噌汁、そして野菜ジュース。あ、そうだそうだ、これ取らなきゃいけなかった。はい、サボテン茶、これもったいないから私の方にもう一回入れる。2個、サボテン茶、サボテン茶、ダイエット茶も入れて。え、いない？パパ、あ、いない？パパさ、サンドイッチと焼きそばパンどっち持っていく？サンドイッチでいいよ。サンドイッチ？2個じゃなくて？焼きそばパンとかじゃなくて？じゃあサンドイッチ入れとくよ。私のが早かった。サンドイッチ、サンドイッチ、サンドイッチよ。はい、
コンビニのサンドイッチね、すぐ食べちゃうからね、あったかいの直接やらないで。かっぱえびせん、これはですね、あの暮れに子ども食堂にお菓子を配った時の、はい、残りがあと8個の2個入れまーすね。1個じゃね、物足りない、あっという間になくなるのでね。じゃあこんなもんですか、こんなもんですか、こんなもんですか。わ、結構ずっしり重たいずっしり重たいよ。あ、コンセント今日抜くの忘れてた。よいしょ、 OK。 じゃあ焼きそばパン私食べるわ。焼きそばパン梅干しちょっと限界いってきます。皆さんお待たせしてるからね。はい、いってらっしゃい。ファイティー。ちょっとシーツが汚れちゃって、シーツを。ごめん、ありがとうね。どうもどうも。エミちゃんのだね。エミちゃんお腹すいたね。エミちゃん今日何食べるかね。ねえ。ちょっとシーツをきれいにして、お手手を洗って、よいしょ。リマパパ行きましたー。なんかね、いつからやってるんですかこれね。これね。これを楽しみにしてくださってるっていう方がいらっしゃるっていうんでびっくりしてでも忘れる時もあるんですけどね、大概これやってますかね。はい、ということでですね、今日は明太子とナス、このちょっとおナス味見してみようかな。あ、サボテン茶、ちょっと私もサボテン茶ちょっと入れます。そうそう、それでね、明太子のね、あら、いいサイズだわと思ったんですよ。今ね、お湯入れてます、サーバーから。はい、サーバー90度です、ね、このサボテン茶をね、はい、こうやってずっとねこれ入れててね、継ぎ足し継ぎ足しね飲む。ちょっといただきます、すいません、朝の一杯。あ、染み渡る。あー、おいしい、染み渡る。あ、ちょっ
ょっと子供たちの、あのお肉を溶かしながら、そうなんだ、そのね明太子このサイズ、このサイズ見つけてね、実はあの羽田空港で、東京の羽田空港で見つけた美味しいお弁当があるんですよ。ちょっと味付き卵とこのぐらいのサイズの明太子がドーンと乗っている、まあ海苔弁っちゃ海苔弁なんですけども、何食べても、あ、ちょっとこれはあの甘すぎる、煮物甘すぎる、お弁当って甘いじゃないですか、腐らないように。で、あの何食べても美味しくて、大概ちょっとね、あの、あ、これはちょっと食べる前にスタッフ、あ、これもスタッフ、スタッフって分けちゃうんですよ。そのお弁当だけ私全部最後まで自分で食べたいぐらいのお弁当が、この明太子、あ、名前なんだったかな、なんてお弁当かな。でもね、それがね、東京駅にも最近売ってまして、でもここの東京駅も羽田も行ってないのであれなんですけど、そのね、うん、その弁当が美味しいんで、多分ね、その弁当を、Facebook とか、なんかこう、ブログとか見てると、結構ね、あの、買ってる芸能人の方多いですね、その弁当で。やっぱり人気なのかな。で、最初の頃は、あの、限定でもう3つしかないとかね。うん、なので、あの、早めに羽田空港着くと、まずその荷物をスタッフに、あの、任せて、一人で外出てお弁当屋に。でね、到着じゃなくて出発の方だったのが、到着からだったんで、そのお弁当屋までレッグハハッて行くとね、3つ買えたりとかするんですよ。そうなんです。でね、それをあのリーマンパパのお土産にね、だいたい私がいない時っていうのはもうカップ麺食べたりとかしてるので、あの東京駅でも、あの羽田でも、お弁当いるって、お弁当買っていこうかって言うと、いるって言ってね、買っていくんで、そのお弁当を探しにね、ということで、それをちょっと再現してみて。でもね、ちょっと今日は海苔は入れてないですね。海苔は入れてないのと、はい、手を動かしましょう。子供たちの肉をね、これ、ジンケアネックミンチを、本当は生肉用に、ワンちゃん用の生肉用に売ってるやつなんですけど、あの最近ね、これは腎臓用でエミなんですけど、エミはね、これをね、あのそぼろにするのが好きで、そぼろで香りが出るのかな、うん、あのそぼろにするのが好きなので、そぼろにしてます。生じゃなくてね。でね、パパがね、腎臓の腎って書いて、まあ、そうちょっと消えかかってますけど、これパパの字これ私の字から大きいから、ちっちゃいんですよパパの字。これ私かな、これで半解凍します。そう、それでね、そのお弁当思い出して、あー、あのお弁当美味しいなと思って、でココナと、あのママは普通の鶏ミンチネック、国産鶏ネック骨ごとミンチ、はい、をやります。でね、昨日久々にコンビニにちょっと行ってみて、ちょっと用事があってね、行ってみて、でね、この辺ね、あのコンビニもちょっと自転車で、スーパーも自転車か車でっていう範囲で、仕事帰りにね、寄ってもらったりとかするんですけど、あの銀行の ATM がないんですよ。でね、隣駅にあって、隣駅までね、自転車飛ばしてた時期もあったんです。それもなくなっちゃって、あ、ちょっと肉いじったか手やろうかねえ。それで私のメインバンクもなんか合併とか言って、なんか名前が変わったのかな。でも口座番号はね、そのまんまなんで、いや、どん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 ね、なくなったり合併していく。ちょっとこれをね、言いながら、半解凍、半スチーム標準。じゃ、これは私のお昼出たちね、昨日ね、焼き塩焼きうどん作ったんですよ。これ、えみちゃん今解凍してるからね。ね、かまってちゃん、塩うどん作ったね。これだけね、もう大きなねフライパンで、3玉作って、で私の朝用にこういうのをねチンして、こう料理しながらね食べちゃうんですね。あの子供たちのご飯とか、あのやり始めると。あの
食べなかったりとか時間かかったりとかで、もうねお昼とかね1時とか2時ぐらいになっちゃうんですよ、お昼ご飯も。なので朝しっかりとこの子供たちが寝てる間に立ち食い立ち食いね、ながら食いをね、ちょっと行儀悪いんですけどしちゃって、で片付け物をしながらしちゃって、おー塩で冷凍のねうどんは買ってあるので、何しようとしたんだろうちょっと待ってくださいね。あ、そうそう、ラップ。あ、これね私いつもね大きいやつで、あの小さいのこうやってバッてやるからね、皆さん気になりますよね、小さいのもあるんですちゃんと。はい、はい、今年からはねそういうところも少しね改め直さないとねねえ。で冷蔵庫の中もねもうお正月の間にいろんなとこ整理ができて、あとねパパがいてくれると子供たちを見ててもらえるのでできますよね、いろんなことがね。でもねもっともっとやりたいことがあったんだけど、だから今冷蔵庫空っぽ状態で、でこれでねちょっとね冷蔵庫の中をね最後にしっかりと消毒して拭いて、そして物をねちょっと入れ始めたいです。でフラワーこのフラワーじゃなくて、あの小麦粉とかもねちょっと冷蔵庫にしまえるように、はい、したいなと思っております。はい、ちょっと大丈夫かな、えみちゃん大丈夫かな。あ、まだ入ってるから寒いのかな。うちね換気するんですよ常にね。ね、床暖もちょっと暑いから、床暖ついてるわ、床暖ちょっと一回切ろうね、えみちゃんね暑いのねちょっとお席出るからね。はい、これラップね、私そう思い出したんですけど、うちの父親がこういうのを冷蔵庫から出して、もうとにかくねずっと食べてるんですよ。お酒はもうアレルギーで飲まないんですけど、父親の思い出話、夜な夜なね、なんかキムチ出してご飯食べてみたら、塩辛出して食べても、もうキムチと塩辛って、まあ、北海道のね出身なんですけど、まあ塩辛とかでご飯ね夜な夜な食べてましたね。それでねこのラップをねこのぐらいにしてね、こうやって食べるんです、これこうやって、なんか私はこうやって食べていいもんだと思ったら、なんかお呼ばれしたっていうか、お友達の家でねちゃんとラップ外しなさいって言ってもらってで、ばあちゃんは切った鼻かんだ髪をこうやってねまたポッケに入れてでまた出して、こうやって乾いたやつこうやって切ってお食事中の方大丈夫ですごめんなさい、はい、やってたんですよ。でこのラップをねまたこれをまたこうやって使うみたいな、あとはもうちょっと拭いたり洗ったりとかね、なんか何でも洗って再利用してましたよね。もうそこは見習わなきゃいけないなと思いますね。ちょっとはいすいません一口さっきねまず料理しながら、料理する前に食べようと思って温めてもう冷めちゃった、この稲庭うどん、これもうちょっとねボソボソって、このボソボソのこのボソボソが美味しいんですよ、これがうん、塩炒め美味しい。そうコメントの中でクーミンの食べ方好きっていう風に言っていただいて、私食べ方ダメですよ。食べるお仕事の方はね上からこうやって大食いなんかねこうやって取るじゃないですか番組で、それでこうやってきれいに食べていくとかね、やっぱりね研究したり勉強するんですって。まあああいうの見てると私も勉強になりますね。旅番組とかでね、あ、そんなに綺麗に食べたかなさ、そんでこの何ですかね、ラーメンとかこう歯でふって切ってはいけないっていう、この最後まで
ズズズズズズーってコロナがここまですするっていうのがなんかなんだろう、お行儀がいいみたいな感じ。そうなんですか、オーダーもそうなのかな。最後までそれで一回口に入るかなって、持ち上げてみて口に入るかなっていう量を見定めるんですって。どのくらい長いかなって見定めるんですって。それから行くんですって。美味しい。はーい、ってことで、あ、これしまっちゃいましょうかね。もうね、私反省したんですよ。もう去年の動画1時間超えで、もうお弁当作るのは一瞬で、その後喋りすぎて、もう本当に笑いとね、喋りがうざいっていう風にね言って。言っていただいてねえ、もうね、うちの父親もね、もうめちゃめちゃ一日中喋ってたんですよ。タクシーに乗ったらタクシーに乗ったでね、タクシーの運転手さんにずっと話しかけて、でね、うちの父はね、自分のことしか言わなかった。もう聞く方は大変、絶対人の話聞かないでね。これもう、これとろとろ、これとろとろ、もう喋る。だからね、なんだろう、親に似てきましたね。なんかもう絶対 親とは違うなんかこう感じになりたいと思ってたけどね、食べ物のね好みとかそういうのまで、そういうのまで似てきました。あ、そういえばみかん父親食べまくってたな。ちょっとこれ味見、味見をしないで、おなす、おなす、言うことなす。これは白いご飯欲しくなる。これは最高やね。このね、味噌味だけとか醤油味だけとか甘辛やつを作ってたんですけど、そのインスタ見てたら、鶏ガラスープをベースにベースにお醤油をちょっとと味噌を入れる、味噌とお醤油のドッキングっていうんですか、これが美味しい、とろりのね、うん、秘訣っていうことで、そう考えるとね、ベースはなんだろう、このコチュジャン入れた味噌醤油の甘だれと、レモンとか、あとはネギオイルの塩味とか、なんかね、ベースの味付けがあると何かこう、あ、できるなーって。でね、うちにもめんつゆあるんですけど、めんつゆ甘いのであんまりうち使わないんですね。でちょっと隠し味ぐらいに使うんですけど、めんつゆ料理って多いですね、うん、ベースがめんつゆっていうのが、うちはどっちかっていうと白だしの方かなを使いますね。なのでベースがね、なんかこうあるといろんなねアレンジができるなと思って。すいません、消えて昨日ちょっと踊りすぎてね、ちょっと久々にここ柔軟しないでね、ちょっと踊りまくってたんで、家でもう何やってたか言えないんですけどね。だいたいわかります、家の中で踊ってたって。5時間踊ってました。あー、ちょっとこれちょっと箸がこれいいか。手で ね、5時間踊ってましたよ。手でこれはね、もうね、ニンニクオイルと、もニンニクすったりとかしないので、こうはみ出したニンニクオイルと塩ゆでしたね、スライスしたピューラーでスライスした人参に、ニンニクオイルまぶして塩をちょっと振って、あ、そんなもんです。まあ白ごま油入れたり、ごま油入れたり、まあいろいろですね。
うん、その時の感覚で、あとはもうごまを振ってっていう感じです。もう塩とニンニクオイルっていうのがベースですね。はい、でこの私の大事なハムちゃんと、はい、でこれがこれから炒めます。ということで、子供たちが起きる前にですね、はい、このおうどんを食べてしまいながら、あのえみちゃんのね、あのお肉を炒めたりとかしたいと思います。皆さん、お弁当始まりましたね？日常生活始まりましたね、あの今年はね、リーマンパパもあの、お正月休みが少なかったので、でね、あ、もう一つだけまた1時間超えしないように、もうそろそろ終わりますね。お正月1週間テレビつけなかったくれももうね、10時ぐらいには布団引いて、あのなんか布団の中でうち、あなんか携帯見たりとか、なんか寝ちゃってたかなで次の日は遮光カーテンを閉めていて、なんかいつも去年は日の出をあの撮影しに行ったんだけど、あの太陽がもう高く昇ってました、起きた時そんななんやかやで、なんか今年はゆるりーとね、楽しくね、行きたいなと思っております。でもね、あの老犬介護をしているので、まあ、あの子供たちに合わせて寝て起きてっていう感じなので、だからもう12時前には寝そうだったら寝てもらうと、だいたいちょっと朝がまたまで寝てくれるので、それを逃しちゃうと2時3時までなんか興奮状態で寝れなくなっちゃう、ね、昼で逆転したりとかするので、なるだけもう あの子供たちが寝たって、ワンコが寝たって思ったら、もう私たちも寝ちゃおうかってやっちゃうんですね。だからね、あ、まあ子供たち中心の生活はございますけれども、はい、皆さんもですね、ハッピードラッキーで、今日もですね、ハッピーラッキーで、今日は買い物行かなきゃ。